あ、ちょっと待ってね。よいしょ。プールがぬるい。プールがぬるいよ。こんにちは。ごめんなさい、月曜のお昼休みでもない時間ですね、今。大丈夫かな。こんにちは。こんにちは。セラくんいらっしゃい。聞こえますか？皆さんありがとうございます。こんにちは。ヤスさんいらっしゃい、ありがとう。ウェイ、アロハみたいです。そうなの、アロハみたい。お花つけてみます。かわいい。よいしょ。日陰になったらここでいいか。おじいちゃんこんにちは、かわいいおじさん、どうもどうもありがとうです。皆さんいらっしゃい、ありがとう。今プールにいます。暑いね。朝がスコールで雨バーって降って、そうなんですよ、スコールがひどすぎてちょっと不安だったんですけど、無事。えい、刺さない。無事お天気になりました。プールも綺麗なんですよ。ごめんなさい、お昼休みでもない人いますよね。むしろみんな仕事してそう。もうちょっと時間を延ばせばよかったな。11時ぐらいからやったら、あ、今インドネシア10時なんですよ。午前10時で今27度ぐらいかな。そうなんです。だからだいたい11時ぐらいに配信すると日本時間でいう12時になるので、ちょっと1時間ずらせばよかったかなって思いつつも、ちょっと見れる人がいたら見てほしいなと思ってやっちゃってます。ごめんなさい。アシシさんいらっしゃい、ありがとう。今ねプールです。こんな感じでちょっとあのプライベートビーチ、プライベートプールみたいな感じなんですけど、こんな感じでね、 B さん履いてやってます。もうちょっとでヤシの実のココナッツジュースとかの販売も始まるので、11時からやってたかな、11オークロックだから多分始まるかなって感じです。ありがとう、ポチさんいらっしゃい、ありがとう。ニコニコさんもありがとう。暑いですね、ベリーベリーホット。ありがとう、ヨウさんいらっしゃい、ありがとう。見つけたい。日本でその格好できないですよね。ニコニコさんフォローありがとう。アリちゃんがめっちゃくっついてくるんですよ。アリが多くて、なんか花についてんのかな、めちゃめちゃアリがくっついてくるんです。あと蚊がいっぱいいて、蚊に刺されます。すごくめっちゃ蚊に刺されてる。はあ、ココナッツジュースの販売が開始したらここで飲みながら配信できそうですね。一旦切って日本時間でいうお昼休憩でまた配信しようかなって思ったりもしてます。ポチさんありがとう、2時間って来た、ありがとう。皆さんいらっしゃいです。カイさん初訪問ありがとう。人生満喫してます。もう
何年ぶりだろう、6年ぶりぐらいの海外なので、もうなんかちょっと帰りたくないなっていう気持ちにもなるんですけど、なんかやっぱこう外から日本を見るっていうのもすごく大事だなって思いますね。ポチさんありがとう、フォロー、ナイス。海外にいます。今あっちい、髪の毛巻いても前髪巻いても湿度がひどすぎて、湿度がもう高いのでアイロンで巻いても癖がつかないんですよ。髪の毛がもう湿気含んじゃってて、だからちょっとドライヤーしてからやったんですけど、それでも結構もう無理でしたね。バリ島とかオシャンティ、バリ島ね、そうなんです、結構その海沿いとかはリゾート地になってて、綺麗なホテルとかこういうプールがついてるリゾートホテルなんかも多いので、まあただ一歩ちょっとこう違うところ行くと、結構なんだろう、商店街みたいなこう屋台とかで販売してて、手でご飯を食べる国でもあるので、みんな手で葉っぱとか紙の上にご飯をボンって置いて、それを手で食べたりする感じですかね。ちょっと私は手で綺麗に食べれないので、スプーンを持ち歩いたり、まあ大体出てくるんですけど、スプーンとかもね、レストランがやっぱ観光地なので、レストランに行ったら大抵スプーンとかフォークとか出てくるんですけど、ちょっと離れたところに行くとスプーンとフォークとかのもう概念がなくて、手で食べるので、スプーンを持ち歩かないと結構手ベトベトになったりします。ヤスオさんいらっしゃい、ありがとう。杉友さんありがとう。よいしょ、スクショしたい。ありがとう。新庄さんのイメージ、新庄さんバリにいるのか、暑い今だから、ちょっとね良くないけど日陰に避難してます。屋根ついてるところありがとう。ゆうさん、空と海が出会うところはどれほど遠い。モアナを歌いたくなる。住んでた、確かになんか聞いたことあるかもしれない。こういうとこで歌配信したいですね。恋の始まり、胸がキュンと狭くなる、いつまでから春、夏じゃない、なんか落ちてきた、こういうのいっぱい落ちてくんの上から。春の冷たい夜風に預けてメッセージ、いいですね。落ちちゃうな、こっちつけとこう。ゆうすけさんありがとう、こんばんは。ちょっと携帯がね熱くなりやすくて、ちょっとまた熱くて止まってしまいそうなのでごめんなさい。ちょっと携帯を休ませてからやりたいが、もうちょっと配信したい。ヘラシーさんこんにちは、 BPM さんこんにちは、ヤホヤホ。あのね、大好きだよ、あなたが心の中で広がってくたび、愛が溢れ涙こぼれるんだ、星の数ほどだから、ただ一人のあなたが心にいるんだ。あのね、あのね、
がとう。あきっこさん、初訪問ありがとう。りょうさん、こんにちは。これさ、みんなどうやって刺してんの？私髪の毛直毛すぎて無理なのかな。オッケー、かわいいかわいい。オッケーオッケー。なんかさ、警備の人が結構歩いてるんですよ、ホテルの中のね。で、なんか私を見て近寄ってくんの。あ、やべえ、怒られる、配信怒られるのかなって思ったら、なんか Do you from? って聞かれて、ただのコミュニケーションで終わるんです。優しい本当にフリーダムというか、ルールがないというか、いい意味で。なんかこうやって配信してても楽しそうだねって映ってきてくれたりするので、優しいなって思います。楽しい、バリ島いいな。初めて来たんですけど、私お父さんがサーフィンする人なので、バリ島に結構来てて、一人で。なんかいいよって言われてたけど、ちょっと抵抗があって来れなかったんですけど、今回思い切って来てみたら、すごい、また来たいです。また来たいな。ちょっと目標立てて頑張って、ご褒美にもう一回バリ島に来れるようにしたいなって感じですかね。携帯が熱いですね、やばい。いらっしゃい。2度目の訪問さんも初見さんもいらっしゃいです。よかったらフォローしてくれると嬉しいです。普段は普通に東京の自分の部屋から配信してますが、ちょっと旅行、家族旅行でバリ島来てるので、バリ島からちょっと配信をしております。なんか少しでも皆さんにリゾート気分をお届けできたら。見ての通りベリーベリーホットです。ケチュさん、やほやほー。やばい、携帯が悲鳴を上げてる。熱すぎる。携帯熱くなるのどうやって防げるんだろう。携帯ってどうしてこんな熱くなるんだろう。いつも配信してるときは大丈夫なんだけど、やっぱり気温かな、温度高いから携帯熱くなっちゃうのかな。おバーが始まりそうですよ。11時からオープンみたいで、なんかちょっとみんながお昼休憩ぐらいの時に次配信しようかな。そうだよね。だからちょっと一回電源切ってそのままにしてたりとかしようかな。はあ、ちょっと涼しくなってきた。風が落ちちゃった。なんか朝のスコールが本当にひどくて不安だったんです。今日はーって曇りかなと思ったんですけど、ちょっと晴れてくれたのでありがとう太陽、ありがとうって思いながら。マシュマロさくらさん、いらっしゃい。ヨッコさん、ありがとう。よかったら皆さん、いつもね、あの東京の私のお部屋で配信してるんですけど、東京で配信するときは基本夜8時とか夜9時からだいたい2時間ぐらい配信してます。よかったらフォローしてくれたら嬉しいです。ありがとう。じいさん、こんにちは。ちょっとね、そう、バリ島気温も高いので携帯がより熱くなりやすくて、なのでいつも15分20分をちょっと小刻みに分けて1日2回とかやってるんですけど、ピエン。ごめんなさい、お昼休憩じゃないですよね、まだみんな。5521さん、こんにちは。ちまちま、ジュエリーさん、カイさん、ザワチューさん、ナギさん、ニコニコさん、ギフトありがとう。届いてるよありがとうございます。カルズさん、初訪問ありがとう。北風ビュービューだよ。東京は絶対寒いです。日本めっちゃ寒そう、やばいね。ビーチが楽しいですビーチ楽しい。
バーの準備が始まってます。お、ありがとう。じいさんナイス、ジュエリーさんナイス。色に赤で刺す日は夜中に外れた車用に気づけば目も分かぬまま。ありがとう。マミーさんで、ゆうちゃんさんかな。初訪問の方いらっしゃい、ありがとう。二度目ましての方もありがとうです。ちょっと家族旅行でバリ島来てます。今日はあのみんな別行動してて父は朝から海に行ってサーフィンを今してます。多分お昼ぐらいに帰ってきます。カポさんいらっしゃい、ありがとう。すごい、月曜のこんな時間なのにごめんなさい。皆さん来てくれてるありがとうございます。追いつけないまま大人になって、君の吐息に夜が咲く。口に出せないなら僕は一人だ、それでいいからもう諦めてるだけ。波が呼んでるのか、波に呼ばれてますね。バリ島に呼ばれてきました私は。きっとくんちゃんありがとう。キラさんハートたくさん、5521さんハートたくさんありがとう。届いてるよ、ありがとう、ナイス。よかったらね、いつも配信見に来てくれる人とか応援してくれる人も、毎日お部屋の壁を見て、背景が壁だったのでちょっと景色を変えつつね。ココナッツジュース今からです。チョコレモンさんやほやほ。ちょっと携帯熱くなって一瞬画面暗くなったりする時もあるかもしれないんですけど、ご了承ください、ごめんなさい。気温が高すぎて携帯も熱くなりやすいんです。なんかありがとう。ホリケンさんやっほー。アリがめっちゃ歩いてくるやん。すごい蚊に刺されるんですよ。バト君いらっしゃい。ああ、アリさんがセルカ棒を歩いてる。アリさん、あれ、あれれれれ、あれれれれれれ、もうちょっと。アリ、おいアリ、やばい。アリさん、めめめ。アリが多いの。アリとハエ、ハエとカしかいない。暑いわ。本当に旅行してる気分になってます。ありがとう、ペチョさん。ペチョさん、ありがとうです。鼻水が。ココナッツさんいらっしゃい。ありがとう。 YXZ1 さんありがとう。こんにちは、朱色さんありがとう。優雅ですね。あ、やばい、スコールが来そうな空になってきた。やばい、見える、ちょっとどんよりしてきた。バリはね、雨季？雨季なのかな今。バリは毎日スコールがあります。
スコールって言って雨とか雷が、雨がもうバーって降ってきて雷ゴロ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 みたいなのが毎日1回は必ずあります。プール気持ちいい。雲がやばい、雲が絶対雨降るやろ、許さないよ、雨 NG、 雨絶対 NG なんだけど、雨 NG すぎない？無理無理、ちょっと雨降られるの無理無理、やめてほしい。ちょっと雨ダメよね、バリ島来て雨降られちゃちょっとちゃうよ。てっちょさんありがとう、ナイスハート。携帯あちちや。ありがとうございます。初見さんも皆さんよかったら今日ちょっとまた皆さんがお昼食べる時間帯ぐらいにちょろっとやろうと思ってます。お仕事をしてたりするからみんなまだあれかな、見れないんだよね。生意気 TV がショールームで配信しています。おお、生意気 TV 宮城のあれか、ありがとう。キュート、かわいい、はーい。かわいい。かわいい。かわいい。めっちゃかわいかった。ありがとう。じゃあまたちょっとお昼の時間に配信します。一旦切りますね。また配信します。場所変えます。バイバイ。やほやほー、いらっしゃい。ごめんなさい、時間ある人よかったら見てってください。前髪がもう湿度で終わってますね、このように。あー暑いよ今。バーって雨降ったんですけど、ちょっと落ち着いた。5分10分ぐらいかな、雨降っててちょっと去ってったのでよかったです。とりあえずね。あ、おせみさん、お疲れ様でした。ごめんなさい、タイミングが合わずにちょっと歌ってきますよ。今日は久々にバリ島配信。ただいま。OK、久々。いつも通りでやってきますか。アシャさん、あゆさん、ありがとう。ゼミさん、ナイスタコでした、ありがとう。携帯がまた熱く なってしまうと止まってしまうんですけど、よかったらちょっと急に画面真っ暗になったらごめんなさい。熱すぎてやばい。行こっか。プロジェクトマッピングじゃないよ、ここホテルのあの部屋のテラスです。暑い、行こうか。もうこれ蚊に刺されてさ、かゆいんです、ずっと。かゆすぎる。そんなことある？そんなかゆいってある？かゆすぎるんですけど、行こうか。
日ぶりだろう。3日4日分ですかね。スマホもリゾートでは休みたい。ダメです、休ませないですよ。皆さんごめんなさい、貴重な月曜のお昼の時間お邪魔します。ありがとう。乗り越えれば強くなること、一つ一つがあなたになる、続くよ、ララ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 、気持ちいいです。ハエとかね、カーとかがいっぱいいるんですよ。暑いね、汗がやばいです。ちょっとあゆさんありがとう、たけみちゃんナイス、ありがとう、ようさんもありがとうです、ジュリーさん、ユンさん、アシュさんありがとう、パンパカーって感じですね、ありがとう。おさまの昼休みのテレビ見れます。お、会長さんいらっしゃい、ありがとう、いいですね、皆さん。夏といえば暑いよ、暑くて暑くてしょうがないんです、本当に。暑いね、多分30度ぐらいいってますよ今。あるかな、耳が。こんにちは。こんな感じで汗止まらんよ。
開けて冷房が入ってくるようにしてるけど汗止まらんよ。私汗だくなんです、ごめんなさい。多分東京とか日本寒いですよね。南国暑すぎます。何歌おっかな。鳥の声癒されるよね。冷房の真下に来ております。冷めろ冷めろ。
携帯冷めろ。いけるかな。ちょっとね、やっぱ外だと携帯がヒートしちゃうので15分から20分がね日中限界なんですよね。さっきも20分ぐらいかな。まあ行ってみようか。急に画面暗くなったら、あの携帯止まっ熱くて止まったなって思ってください。メーカーごめんなさいね。いいですね。行こうか行こうか。お昼見に来てくれてる人ありがとうございます。ありがとう。ごめんなさいね、ちょっと今海外にいます。ですが携帯が外で室内に避難してます。ですが歌えます。未来だけ信じてる。誰かが笑っても構わない。走ってる情熱があなたをきらめかせる。眩しすぎても見つめていたい。どうか美学感じてる。 I really ask to you。知らない。退屈な時間よりもドラマティック手に入れるまで Believe in wonder。 ピヨピンキーさんいらっしゃい。タイトさんありがとう。山積みの問題を軽めのノリでかわしちゃう。この道は戻れない。あなたのプライドだね。トラブル続き弱気な夜はぎゅっと抱いてあげるよ。 I wanna be with you、oh, oh. 誰にも見えない夢の形を捕まえて捕まえてく。私はついてゆくから。熱い気持ち別にいらない。ありふれた日常よりもパラダイス目指して走れ。 Believe in って感じだね。ちょっともうちょっと歌いたいよね。いつも通り歌っていくよ。
震えた。それが小さな勇気になっていたんだ。絵文字は苦手だった。だけど君からだったらワクワクしちゃう。返事はすぐにしちゃダメだって誰かに聞いたことあるけど、駆け引きなんてできない。桜が咲いている。この部屋から見えてる景色を全部。今君が感じた世界と10秒取り替えてもらうより、ほんの一行でも構わないんだ。君からの言葉が欲しいんだ。嘘でも信じ続けられるの好きだから。私の歌を聞けみんなに聞けというような海外公演みんなに聞いてもらおうか。じゃあありがとう。どうしよっかな。そこはホテル。そうなんです。今部屋のここがちょっとテラスみたいになってるんですけど、携帯がね熱くなるので、外出ては中に避難してを繰り返してますどうしよっかな。あーどうしよっかな。海ってなんか歌あるかな。ちょっといい曲いく？
私が楽しんでるやばいということで、ごめんなさい、ちょっと携帯がヒートしてきました。ちょっとまた今日ね、月曜なんでお休みじゃないと思うんです。皆さんきっとごく一部の方しか多分見れるよって人いないと思うんですけど、ちょっと分割で今日また別の時間に配信できたらやろうと思います。やばいね、
暑すぎたよ。ちょっとね、海とか行きたいんですけど、海とかでね配信したいんですけど、さすがに砂浜に携帯を持ってったら結構暑くなっちゃったりもしてましたね。今花束作ってる。おお、ちょっと待ってね。でもさ、ちょっと海見せたい感じもあるんだよな、みんなに。ちょっと待ってね、ちょっと待ってて、ちょっと待ってて。よし来た、よし来た。あ、やばい、閉めないと。なんかすごい自由な配信ですが、ごめんなさい、自由な配信。ちょっとおでこを映して歩いてきます。充電して携帯。熱い？熱いね、頑張ってくる携帯。君ならいける。ええい、おくしょ。ごめんね、自由で。まあまあまあ、オッケー、閉じまり、オッケー、問題なし。よし、暑いね、みんな。暑いね、みんなって言ってさ、私しか暑くないんだけど、移動中。ごめんなさい、変な配信だこれ。でもさ、なんかちょっとみんなにさ、いつもとさ景色を変えて配信を楽しんでもらいたくて、せっかくなんでね。あ、やばい、一旦戻る。忘れ物した。ちょっとごめんね、歩きながら配信しまーす。歩きながら配信しまーす。海やばいかな、携帯ヒートしちゃうかな、忘れ物。日焼け止めクリームないと、やだ、日焼け止めクリームないとやだとか言って。もうさ、あれ、あ、あったあったあった、オッケー、オッケー、マイポケット、オッケー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 。ごめんなさいね、なんか見てる人何やってんのって思うよね。ごめんね、みんな。やばい、雨晴れた、雨晴れたからちょっと繰り出す。いいよいいよ。ちょっと今充電なくなってきたので、充電器をぶさしながらやってます。携帯もまあまあ熱いので、携帯熱くなりすぎると自動的に危険ですって真っ暗になって消えちゃうんですよ。なんか、はあ、
階段疲れる。よいしょよいしょよいしょ。ね、私の顔はあまり映さなくてもいいぐらい皆さんに景色を見ていただきたいのですが、あーやばいよ、今日はもう真っ黒焦げになるぐらい日がやばいよ。ごめんね、ちょっと明日以降の配信黒くなってたらごめんね。これどうやって抜けていこうかな。こっちから行こうかな。ありがとうございます。空と海が出会うところはやばいんですよ。フォト撮影のなんかお仕事してるおじちゃんがずっとね絡んでくるの、さっきからここ歩くと。そう絡んでくるの、なんかあのスキューバーダイビング、なんかバナナボートみたいなやつに乗れるみたいなさ、一人でおいでって言うんだけど、一人でバナナボートなんて乗ったらさ、ただのさ頭おかしいパリピじゃないですか。私どう考えても一人でいいよって、そんなのさ、そんなのやばくない？私が謎のおじちゃんとさ、海外の人なんだけど、謎のおじちゃんと一緒にバナナボート乗ったらさ意味わからないじゃん。でもバナナボート乗ろうみたいな、なんかわかんないけどさ、なんかいっぱい歩いてたらさ3回ぐらいそのおじちゃん話しかけてくるの。じゃあちょっとやめてほしくてさ、やばい、ちょっとねビーチに来ましたが、携帯がきっと多分かなり熱くなって終わっちゃうと思うので映してきます。ビーチ、ナイスビーチ。でもね、光に負けて携帯が見えないんですけど、私はこんな、もっとね奥もねリゾート地なんですよ。こうバーってシンプルナンパね、だったらさやめてほしいよね。ナンパでバナナボート言ってくるのやばいよね。ちょっと、はあ、暑い、濃い濃い、波濃い、見えてます？おー冷てー。なんかさちょっと携帯が暗くて見えない。おー海です。おー気持ちいいね。おーおー、いい、あ、お尻濡れた、あ、終わったお尻濡れた、終わった。こんな感じです、海を歩いております。クルージング多分できると思います、場所によってはって感じですかね。でもなんかここもいっぱい楽しんでる人たちがいるんですよね。海よ、携帯頑張れ、携帯頑張ってくれ。こんな感じで海も気持ちいいです。あー海だ海、あーやばい、あなんか泳いでる気がする、なんか泳いでる気がする。なんだろうこれ、なんだこれワカメ、よいしょ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 。サーファーはねなんかここはなんかリゾートビーチみたいな感じで波がない海水浴みたいな感じの場所なので、サーフィンする人はもうあっちの方行きますか、もう真裏とかかな。あ、やばい、あ、やばい、砂に足が埋まって
やばいやばいやばい。こんなね、ライブ配信しながら歩いてる私をいろんな国の人はニコニコしながら見てくれるんですよ。ありがとうって感じ。多分ね、何言ってるかもわからないし、この子頭おかしいなって多分思われてるんですけど、あ、蜂の虫がいっぱいいます。思った以上に虫がいっぱいいます。ムカデとかいっぱいいました。めっちゃかゆい目、ずっと目かゆいんですよね。なんか花粉、バリ島で花粉ってあるのかな。こんな感じです。さっきはプールに入りながらココナッツジュースを飲んでて、めちゃめちゃ楽しかったな。でね、あ、バナナボートのおっさん、絶対目合わせないよ、もう。よしよしよし。あー楽しいね。こんな感じです。ごめんなさい、皆さんの何を見せられてるかもよくわからないかと思いますが、ヤシの木の花粉ってあるのかな。ちょっと足が砂だらけになったので一旦足を洗います。どうもどうも、いらっしゃい。バリ島暑い、息切れ。最近さ、プールの中でエクササイズやってて参加しようと思ったんですよ。私もなかなかのムチムチボディなんで、でもなんかちょっと恥ずかしくて勇気出なくて、プールの中でエクササイズやっててよいしょ、ちょっと足洗ってきます。なんかこんな感じでシャワーがあるので、足を洗ってきます。よいしょしょしょ。バナナボートおじさん、そう、なんかいっぱいあったのはバナナボートじゃないけど、なんか普通の台、なんかスキューブ台なんとかなんとかみたいな、なんかまあいっぱいあったんですけど、まあ私今一人しかいないよと、家族がいたら行くよって話をしたんだけど、ワンでも大丈夫だとか言うから、大丈夫だじゃないの、あなたとバナナボートは絶対嫌なのと思って、体力消耗。まあね、でこんな感じでプールもあって最高って感じですね。もうね、暑いね。こんな感じかな。日陰に入ろう。日陰に入ると蚊が寄ってくるんだよね。草がいっぱいあるから。こんな感じで。バリ島満喫しております。たくさん見てくれてる、ありがとうございます。盛り上げ686まで行きました、ありがとう。会話できんのすごい、ありがとうございます。なんか目に入った、こんにちは、ありがとうです。もうお尻濡らそうかな、いっそのことびっちゃびちゃになってやろうかな。バリのお昼ご飯まだ考えてなくて、なんかでもお腹空いたなーって思いつつ、でも今あのお父さんもサーフィンに出かけちゃってて、間もなく帰ってくると思うんですけど、になったら終わりにしよう。携帯さんよく頑張った、ありがとう。いいよ、スクショタイムする、くらスクショタイムしよっか。イエーイ、あ、また雨降りそう。ありがとうございます。前髪がね、もう無理なのこれ、汗も湿気もこんな感じなんですね。はぁ、お腹空いたな、お腹ペコペコ。可愛いボーイが見てますよ。
めっちゃ可愛い。暑い暑い。携帯頑張って。色に明るさす日は柔らかに弾けた。何食べたいの？バリ。何食べたい？でも私あれ好きでした。ミーゴレン。ミーゴレンとかがすごい好きでした。でもなんかエスニック料理 大好きだからもう何でも何でも食べれる。NG ないです基本。辛いのもまあまあ大丈夫です。こんな感じかな。じゃばーん。プールに入ってます。ヨーマイクさんのレベル10です。おめでとう。2時間のサポートは118人。イエーイ、ありがとうございます。ちょっと日本帰ったらいろいろ歌ももろもろそうですけど、バリでは長く配信できなかったので、日本帰ったらちょっと時間な長めに配信したいなって思ってます。まあ1日4時間ぐらいかなちょっと考えてるので、よかったら見に来てください。ありがとう。やったね、盛り上がり700超え。わーい、クールナウ、クールナウ。こんなね、セルカーブを持って、こんなね、セルカーブを持って、あれあれ、止まったかな？ごめんなさい、なんか切ったつもりが切れてなかったかもしれない。なんか音聞こえてました、ずっとお腹ペコペコとか言ってたごめんなさい。ごめんなさい、くるくるしてた、ごめんなさい。ダメでした、ちょっと暑さに負けちゃって、携帯が今涼しいとこ避難して、ようやく暑い、ようやく、ごめんなさい。ちょっとね、携帯が負けてしまいましたちょっとということで、何も聞こえなかったよ、よかった。あー、どうしようと思って切ってみたんだけど画面が落ちちゃって、あれ切れてるのかなと思って、ごめんなさいね。ちょっとありがとうね、みんなありがとうございました。お花ということで、今日お仕事の人もお休みの人も素敵な一日になりますように。貴重なお昼休憩、皆さんありがとうございました。ごめんなさい、ちょっと画面がね落ちてしまって申し訳なかったです。ありがとう。大丈夫そうか。よかった。ありがとうございました。皆さん、お昼ありがとうです。またね。また必ず配信します。ということで、日本帰ったらいっぱいやるので、よかったら付き合ってください、皆さん。ということで、なんかペコペコ、ご飯いっぱい食べます。じゃあまたお会いしましょう。またね。ありがとう、携帯さん。暑くて死んじゃったけど一回頑張ってくれた。バイバーイ。またねー。